この井本博は、江戸時代前、中期の苦行この池家二十一代当主。御用税天皇の断刑三世子孫である。江戸時代前、中期の苦行である。主に、東山天皇と中三門天皇治政の朝廷においてその中枢となり、江戸幕府との関係改善に尽力した。五世紀筆頭のこの家当主として知られ、また、 御用税天皇の男系三世子孫でもある。慶安元年3月6日、この絵なおぐの長男として誕生。母は、御水の御天皇王女女二宮。実母は、この駅女房。幼名は、王の治丸。父、小継が創生し、小継と正室女二宮の間には、男子がなかったため、御水の御上皇の命により、この駅の外にあった元広が迎えられて、 上皇の保護下で育てられた。上皇3年12月に原服して、生後医師に助せられ、左子の野犬少々となる。以後、摂管家の当主としてる維新し、翌年明暦元年13位に上り苦行に劣勢られる。明暦2年に県中納言、万治元年に県大納言となり、漢文4年11月23日には、 小水のノ上皇の王女常子内親王を正室に、たまわった。漢文5年6月、18歳で内大臣に任じられ、漢文11年には、右大臣、さらに遠方5年に、左大臣へ進んだ。いよいよ漢白就任の一歩手前にまで迫ったが、遠方8年、元、広氏の後ろ盾とも言うべき、小水の法王が崩御し、霊源天皇が申請を行うようになった。 霊元天皇は幕府嫌いで有名だったが、元博氏は新幕派と見られていたので、天皇から疎まれるようになる。そして天那2年には関白職に右大臣一条兼てるを個室と無させるという非域人事が行われ、以降元博氏は霊元朝では干され続けた。上京3年にかろうじて11位を賜っているのみであった。しかもその一方で、 幕府の方から好かれていたのかといえば、全くの逆で、時の将軍、徳川綱吉は、自分の後継問題で、緊張関係にあった甲府藩主、徳川綱豊の性質、広子子が元、広子の長女であったことから、綱豊の衆都である元広子に対しても冷淡であり、この時期はまさに賃貸期であった。しかし状況を4年に、霊元天皇が、東山天皇に上位して、 戦闘御所より陰性を開始したのを見計らって、一条、金手を失脚させることに成功。元禄三年に一月に、ようやく念願の関白に就任し、東山朝において、県政を振るい、霊元上皇が朝廷権威の復興を起としたのに対し、新幕派としてことごとくこれに反対した。また、東山天皇が成長すると、上皇の陰性を疎ましく考えるようになり、 反対に、元広氏への依存を強めるようになる。また、幕府も、上皇の動きを警戒して、東山天皇への影響力を有する元広氏との距離を縮めていった。元禄十六年自らの片腕だった、高塚佐賢広氏に、関白職と富士市長者を譲る。また、法永元年、将軍綱吉はついに男子誕生を断念して、家の部を後継者として迎え、 家信と、正室、広子,子が、江戸城に入った。法永三年、綱吉、家信の,の正体で設計としては、異例の江戸下校を行い、綱吉や家信夫妻と会見する。その際、元広は、東山天皇が喜び人志王を後継に立てる、遺行であることを、綱吉、家信に伝えている。宝永四年には、長男の家広が、関白、富士市長者に就任している。 法永6年5月、将軍、綱吉の皇居で、家の部が将軍に就任、将軍家との関係も深まった。6月には、東山天皇は、中御門天皇に上位して、院政を返し、10月には、大城大臣に就任する。この座は、豊臣秀吉が死去して、以後長く空位で、江戸時代に入ってからは元弘氏が、実質上初めての就任であり、 東山上皇、家の武装方から共に厚い信頼を受けていたもと、広氏であったからこそ、可能となった就任と言える。12月には健康問題を理由に、大乗大臣を辞職するが、その9日後に、東山上皇が放送に倒れて放御してしまう。翌放映7年には、再度の江戸下校を強行し、再び、家の部、広氏主夫妻と会見する。 それから2年以上もの間神田御殿に滞在し、将軍や幕閣から政治、夕食などの諮問を受けた。これは、荒井白石が朝鮮通信使の問題や儀礼問題について、元宏の意見を求めたからだとされているが、一方、東山上皇のあまりにも突然の休止により、霊元上皇の陰性再開が確実となったことで、元宏としても、 蝶幕関係の再構築と東山上皇の生前の意向であった新宮家創設問題の早期実現を願う立場から望んでいた江戸下皇でもあった。こうした元宏の関東接近を憎んだ霊言上皇は下高齢人者に図書の願文を自ら認め、その中で元宏を死局じゃねえの悪心と足ざまに罵のしっているとする山口和夫の説もある。また、 五代所となった広子の意向で名に当たる家、広子の娘、久子が、中見角天皇の女子として受大することになったために、この家以外の他の設計が反発して、霊元法王に接近するようになった。ただし、久子の受代の決定及び、中見角天皇の元服の果敢を行う、摂政大表大臣に、この家や広子を任命したのは、他ならぬ霊元条項であり、 聖徳期に入ると、元広の日記からも、上皇への批判がほとんど見られなくなる。これは、この池当主が二大連続の大上大臣任命の栄誉に預かり、なおかつ天皇の記載を排出したことによって、この決定を行った上皇と、この決定によって名誉心を満足させたもと、広氏の間で、和解の機運が生じて、協調関係へ転換していったのではないか、とする指摘もある。 と各新幕派、後部合体を進めた苦行として知られるが、一方で家信の,の死後に、荒井白石の圧戦で行われた、霊元上皇王女の八十九の将軍、徳川家継への効果の排除を策する、家継聖母月光院との思惑の一致による、側面もあったには、朝廷の尊厳を損なうとして強く反対するなど、阿尊として、幕府とは距離を取ることも忘れなかった。また、 武家官位の乱発によって綱吉聖母の継承員や、側近の柳沢吉安が文を超えた行為に除せられたことに関しても強く憤慨している。さらに、漢文5年から死去まで書き続けていた日記、はじめ広志後期では、赤尾事件についての記述で、浅野長典のキラ吉中への人情についての感想を、元広志は、真似と、面白げに書いており、 また事件を聞いた東山天皇の様子について、ご警閲の胸、大勢下し終わりぬと記している。幕府の様々な朝廷政治工作に関わっていたで、あろう後継も入りの吉仲を、東山天皇や、元広氏も内心では嫌っていた証拠でもある。教法七年に出家し、雄山という法名をお称した。同年九月に皇居、京年七十五、京都大徳寺に葬られる。 ゴ水ズ天皇の訓導を受け、和歌をはじめとする諸学に影響を受けた。華道、書道、絵画に優れた才能を発揮した。また、天羅三年、五歳天皇より、古今伝授を受け、教法三年、孫の家久に授けた。夕食古日についても詳しく、同時期、有識家として知られた、平松時方、東縁起良、野々宮城記、重野伊公清 高橋宗恒たちと共に、常に、古式の救命に努めた。元宏の日記は、元弘後期あるいは、応援満員関白期といい、有識書類の競合整理、小賀や絵巻物類の交渉、小族、長度の制作技術の復活など、元宏の夕食古実における、外白なうんちくを参見できる。著書に、源氏物語を考察し、中期を加えた、一期章がある。 この絵家は藤原忠道の子である、この絵元座のよ祖そとし、御設計の一つであった。ありがとうございます。